こんにちは、為替ウィークリーセミナーです。今週もよろしくお願いします。えっと、先週は、あの、まあ材料も、あの、目白押しだったわけですけれども。あの、為替相場の方もよく動きました、ドル円よく動きました。あの。<coughs> 一時は、えー、去年からのね、この間のドルの高値、百五十一円の九十銭に。去年の十月二十一日につけた高値にもう二かするぐらい、あの。 ドル高安安になったんですけれども、その後は一転して今度はドル反落という具合になって、まあ上下に荒っぽい値、ね、動きになったんですけれども、あのその背景とあのそれをふまあ受けた今後の見通しについてあのしっかり解説し解説していきたいと思いますのでよろしくお願いします。<laughs> えっとドル円の日足のチャートをご覧いただいています。こんな感じで、あの先週はここがですね、あの火曜日 あの日銀の金融政策決定会合があった日なわけですけれども、えー、その後から日銀の会合の後からこういう具合にですねあの大きくドル高円安があの進んでこれちょっと週足にしてみますけれども <laughs> 週足でも間に合わない。 これでかろうじてわかるかもしれませんけれどもあのこの間のドルの高値っていうのは去年の10月の21日につけた10月の21日につけたこれ週足ですからここになると思うんですけれども151円の 90, 90銭というところなんですけれども、えっと、先週はですね結局151円の70銭程度までドル高円安という具合になってほとんどもうこの間の高値に肉薄するような動きになりました。 ただですねこれは僕から言わせるとやっぱりあのなんでこんだけドル高円安が進んだのかちょっとあの取り立てて理由のない動きだったんだろうなというふうには思います。あの一つ言えることは、まあ、例えばその日銀が今回あの少し政策を修正するわけですけれどもあの10年債利イールドカーブコントロールの10年債理前の上限をね さらにこう柔軟化するみたいなあの感じであの君の上昇をあの条件付きで容認するようなあのあのことになったわけですけれどもそれってあの前日の,あの深夜かなあの深夜に一部の報道であのそういうあの情報が流れ,流れたわけで,でそれを受けて一旦こうやって少し百 あの49円をワンタッチをれるぐらいまで円高が進んだわけですよねですからその反動が入ったというような言い方はできると思うんですけれどもただ反動にしては元の水準以上にこうやってドル高円安になったわけですからだからそれもなんかあのあの説明しきれるものではないしでよくマスコミなんか見ているとあの思ったほどのね あの政策修正ではなかったとかっていうふうなあるんですけれども、そうは言ったって。あの一応金利は上昇しているわけですから。今回の,の日銀の決定を受けて、あの。日本の十年債利回りは、この間の高値をあの大きく更新して1。一パーセントに迫るような動きになってるわけですよね。だから、円金利が上昇しているのに、円が大きく売られるっていう。のは、全くこう結びつくものではないので、ですから、まあ。単純に日銀の。 あの結果をあの口実にしてですね投機的な円売りが膨らんだということだと思うんですけれどもあのただ僕はなかなか分かりづらいなと思うのはそういう状況って、まあ、すごくあの行き過ぎた動きだと思うしなおかつ投機的な動きだと思うのであの介入の目あのその口実としてはですね あのもう十分成り立つことだと思うんですけどもにもかかわらずに買いに寄らなかった方がよっぽどあの謎だなと思ってはいますけれどもまあそれにしても冬季的なあの円安ということだと思いますがそれは結局その後 c 水曜日以降 FOMC だとかであのアメリカの景気指標がいくつか水曜日から11月に入ったわけですから11月第1週ということで。 あの注目度の高い景気指標が発表されるわけですけれどもそれがまああの軒並みねやっぱり予想を下回る動きになってくるとそれにもうあの素直に金利が低下という具合に反応してですからご覧のようにえ水曜日からは3日連続ドル陰性ということになってえー特にあの金曜日の雇用統計の結果がまあノンファンペイロールなんかあの予想を あの下回る結果になったわけですけれどもそうするとそのまんまあのドル売りは広がって一時149円割れ近くまでこう下がるというような感じになりました日銀で売られた円があのアメリカの景気仕様の発表を受けて今度はドル売りに転換してということでなんとなくあの行ってこいみたいなねあの展開になりましたけれども。<laughs> 今お話しした通り僕は日銀の動きっていうのはなんかあ,のあまり理屈の通らない投機的な動きだと思うのでそんな持続性があるものだとは思わないですけれどもその後の方は結局あのアメリカの景気指標が悪化して景気の減速のその証拠をあの確認するごとに金利が低下してドルが上られてっていうことでこっちの方は僕はやっぱり今後も続くんだろうなというふうに思っています。 ですからあの、今週以降もね、その辺の動き、アメリカの景気減速を確認して、金利が下がってドルが売られるという動きはあの、今週以降も続いていく可能性があるので、そこのところはしっかりあの見極めていく必要があるんじゃないかなと思います。で、テクニカルに見ると、ご覧の通り、この間はですね、149円ですね、149円のところが基本的にサポートされているので、 で金曜日の雇用統計の結果を受けてドルを売られてもまだこの149円は割らなかったのでまだあのその取りすの流れが決まったかどうか微妙というようなことは言えると思います。テクニカルに見るとまずはこの149円を割れて初めてこうニュートラルになるようなそんな感じだと思いますのでそしてあの次のポイントっていうのは、まあ、こ,のこんな感じでですね148円っていうところをあの あの下回らない状況がもう9月からずっとこう続いているわけですから一瞬この辺で長い下費に出したっていうのはありますけれどもそれを除くと基本的にはやっぱり148円はなかなか割れないという状況が9月10月とこう続いてきているので結構長く続いてきているので148円割れてくるとあのテクニカルに見るといよいよあのドル高の下落ドル安への転換っていう可能性が出てくるので。 今お話したみたいにアメリカの景気減速の,の証拠を確認しながら金利が低下してでその金利が低下するとドル売られると思いますけれどもその場合にまずはテクニカルに見ると149円を割れるかどうかが最初のハードルになるし次のハードルっていうのは148円ということになるあのそういう目線でいいんじゃないかなと思います。円割れてくると もう、どれだか、円安ってのは、あの、百五十一円の七十銭で、ここですね。あの、あれで、終わったんだね、という可能性が出てくると思いますので。まあ、その辺を、あの、今週以降、あの、確認していくような流れかなと思います。まあ、以上を踏まえると、今週って、あの、あんまり大きな材料ないんですけれども、それにしても、あのー。 アメリカの景気指標にはあの敏感に反応する時代にはなっていますので、まあ、あの景気指標の、ね、大物小物にかかわらずあの引き続きあのその辺の動きっていうのは要注意だろうなと思います。まあ、以上を踏まえると今週のドル円は、えー、一応下の方に少しあのバイアスをかけたような上値はあの重くなってそしてあの 取り出す方向にバイアスをかけたようなあの予想になるんじゃだろうなと思いますので上の山151円程度で下の方がは147円とかそんな感じのレンジで考えてみたいと思います。であのウィークリーレポートなんかに書いてますけれどもあの結構やっぱりこの間こうやって一本調子でもう一回ちょっと手話してみてみますけれどもなんだかんだ言って8月から。 あの8月ぐらいからずっと一本調子でこうやってドル高い安が進んできたので結構やっぱりポジションはドル買い円売りに大きく傾斜している可能性があるのであのドル安の可能性が出てくるとなるとですねその辺のポジションの手じまいドル買いポジションの手じまいっていうのがあのだん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 広がってくる可能性が高いと思います年末も近づいてくるわけですからねとなってくるとやっぱり上値はドルの上値は重くて あの何かの表紙でやっぱり大きくドルが下がってくる場合には少しでも高いうちにドルを売ろうというふうな動きがあの加速しかねないと思いますのであのドル安リスクというところもねあの警戒していくあの必,要必要が出てくるんじゃないかなと思います。でまあ,あのドル安はそんな感じですけれどもちょっとユーロドルの方も念のために見てみたいと思うんですが。<laughs> ユーロドルこんな感じでユーロドルの方も雇用統計の結果を受けて結構大きくユーロ高ドル安に動いた形になりましたでこっちはですね結構あのこの間のやっぱり上限を抜けたような感じになってきているので、まあ、ちょっとしたユーロの上っぱなれみたいな感じになってきているのでさっきのドル円以上に何かテクニカルに見るとユーロ高ドル安の方向性がはっきりしてきている感じがします。 ななんとなくファンダメンタルズ見てるとですねまだまだやっぱりユーロ圏という景気弱いしあのそれからあのその一方でインフレ懸念が強かったりとかしてスタングフレーションのねあの懸念が残ったりとかしてるとですねユーロが買われるって感じしないかもしれませんけれどもおそらくやっぱりこの間こうやって一本調子でずっとユーロ安ドル高が続く中でかなりやっぱりドル買いに傾斜してるっていうところは あのポジションではそんなに実は確認できないんですけれどもあのユーロドルの場合もあるんじゃないかなと思いますので僕はユーロを買うというよりもドルが売られるっていう感じで今後は特にアメリカの,あの景気指標が弱くてアメリカの金利が下がった場合にはユーロが買われるんじゃなくてドルが売られるっていう感じでユーロドルもあのユーロ高ドル安方向に進みやすくなっていくんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、その辺もあのちょっと意識の。 く必要があるのかなと思いますもう一つ、今週は <laughs> あの火曜日に、あとでも言いますけれども、オーストラリアの中央銀行の金融政策決定会合がありまして、こちらのほうはあの、5ヶ月ぶりかな、確か6月以来だと思いますけれども、の利上げが予想されています。まあ、それを先取りする形だと思うんですけれども、結構この間、あの5ドル上昇しています。 これ、5ドルベイドルで見ていますけれども、あの結構やっぱり、えー、8月以来なるのかな、そうですね、8月以来の水準まであの5ドル上昇という具合になっていますし、これ、5ドル円で見てもですね、結構上がってるんですね、こんな感じで、<laughs> まあ円安に支えられてる面もあると思うんですけれども、結構上がっています。これっってやっぱりあの オーストラリアはですね。あの、久しぶりにやっぱり、利上げを再開するというところを先取りしている面っていうのも。あると思います。ただ、金利差から見るとですね。本当はもっと豪ドルが上がってもおかしくないほど。あの、金利差は豪ドル優位がね、こう、あの、拡大した形になっていますので。あの、今週火曜日の、あの、オーストラリア。R. B. A. になりますけれども、オーストラリア中央銀行の、あの。 利上げ動向次第でさらにあの5ドルが買われていくのかどうかその辺も今週は一つあのチェックポイントになるんじゃないかなと思いますでは最後に、えー、経済指標カレンダーを使って、えー、今週の注目材料について確認していきたいと思いますで今週は、まあ、先週があのもう注目材料目,目白押しだったところから比べるとですねあの特に経済指標の発表はあの それほど大物っていうのはあのありません。で、あの金融政策決定会合についても、まあ、先週日銀だとか FOMC が,があったのから比べるとですね、あのインパクトは小さいと思うんですけども、それにしても、えー、っと主なところで2つありますので、まずそっちの方から確認したいと思います。で、まずは、えー、っとここにありますけれども、火曜日ですね。火曜日に、えー、オーストラリアの,あの中央銀行 RBA の 金融政策決定会合が予定されていましてでこっちの方はご覧の通り、えー、とパり0.25%の利上げ予想という具合になっています。で実際予想通り利上げということになってくると随分久しぶりで六、えー、月が確か6月があの最後ここまでのところの最後の利上げですので6月以来の,あの利上げということになってまあ5か月ぶりとかですねその間結構久しぶりの利上げと。 ということになりますでこのところあのオーストラリアドルオージーですけれども対円でもそれから対米ドルでもですねあの結構あの上昇してるんですけどもこれはまさにこの利上げ再開をですねあの先取りした動きということだと思うんですけれどもあのそ,それにしても金利差からすればですね本当はもっと上がってもおかしくないくらいちょっとあの金利差もあの、えー <laughs> 5ドル優位な形であの拡大しているので、今回の利上げを受けて、ですね大うち5ドル相場にどういう影響が出てくるのか、あのちょっと注目したいところだと思います。そしてもう一つは木曜日で、あのカレンダーには、このカレンダーのにはあのないんですけれども <coughs>、ないですね、ありませんけれども、あのメキシコの 中央銀行の金融政策決定会合が予定されています。こちらが木,あの木曜日ですね、木曜日に予定されています。こっちの方は、えー、政策金利据え置きということであの,の予想になっていますけれども、あの木曜日に予定されています。はい、で、えっと、経済指標の発表の方も念のために確認してみますけれども、 それほどあの大きなところはないんですけれどもただあのご覧いただいてお分かりのとおりあの月曜日そして火曜日あの水曜日にかけてですねユーロ圏のユーロ圏の,の PMI だとか、えー、景気指標ですねそしてあの、うん、とインフレ指標 PPI だとかあのそういう ところの発表が予定されています、まあ、ユーロ圏あの、景気がアメリカよりもあの先に減速してですね、一方でインフレ懸念はなお根強いみたいな感じで、あの中央銀行としては、こう、<coughs> 動きにくいねあの、状況が続いているわけですけれども、あのその辺の状況について、 景気のあの状況そしてインフレの状況について確認するような指標が週前半にあの予定されております。そしてアメリカの方はあの何度もお話しする通りまあ先週から比べるとあのそれほど大物っていうのはないんですけれどもそれでもあえて言うならば例えば、えー、どうかなこのところはとにかくそれほど大物じゃないにしてもアメリカのやっぱり景気減速を あの確認するあの指標結果についてはマーケット過敏に反応するっていうところがありますのでですからあのそういった観点でまあ,あえて言うならばこの金曜日日本時間になってくるともあの土曜日になるみたいですけれどもミシガン大,ガン大学の消費者あの信頼指数っていうのこれは期待インフレ率がよく注目を集めるあの指標になりますけれども <laughs>。 その辺の辺発表があの予定されていますで最近の傾向としてはあのもうインフレ率よりもあのアメリカの景気の景気指標の方にやっぱり反応がマーケットの反応が大きくなってきてるというところがありますのであのものすごい強い景気が79月夏にかけて続いたただそれがこう、うんえー、どうやらあの秋以降減速し始めてるみたいな。 じゃあ,あと減速の,の程度が、ね、どのぐらいになるのかというのをに対してやっぱりマーケットもあの過敏に反応するようになっていますので、まあ、あのそういう状況は大きい大物の支障がないとは言いながらもあの今週も続くんじゃないかなという具合に考えています。ということで今週は以上になります。一頃全然分から,らななくっっちゃってどう ど,どうなんだろうというのはありましたけれどもまたあの少しずつボラティリティも回復していますしあの去年の11月なんてものすごく動いたあのんしでしたので、まあ、あの今月ねあの注目していきたいと思います皆さんもトライドをぜひ頑張ってやってくださいではあの以上ですこれで失礼します